はい、どうもこんにちは、ロクゴリです。今回はですね、皆さん大好き食パンなんですけども、おとといもね、食パンネタやったと思うんですけど、今回はまあ味じゃなくて、まあ見た目重視でいこうかなと思って、今回はミルククリームっていうパンに塗るクリームを七色にしてみました。こちらから赤、オレンジ、黄色、緑、水色、青、紫となっておる、なっているんですけれども、一番黄色が発色がいいですね。まあ、オーブンでウェイってやれば多少色は出るんじゃないかなと思うんですけど、特にね、緑が緑っぽくないですね。まあ、多分ミルククリームってやつが油っぽいんで、多分それとうまい具合に混ざらなかったんじゃないかなと思います。じゃあ早速、まあ塗っていきましょうって思うんですけど、まあ見本としてはね、ブルームの雑誌の付録の七色の牛乳浸しパンイメージでいこうかなと思います。それではいきましょう。入りました。オレンジ塗れました。はい、黄色できました。でこちらの色を染めたミルククリームでこんな感じで斜線で色を全部塗れました。すごいインスタ映えしそうなカラフル、もう映えるね。はい、急に色変わったと思った人多いと思うんですけど、これ今カメラの方の設定でポップっていう色にしてみました。こっちの方が写りがすごい綺麗ですね。ほらこんな感じ、透明度綺麗だわ。ではオーブンで焼いていきたいと思います。なんとオーブンで少し焼いたっていうか炙るぐらいですかね。したらクリームがパンに染み込んでめっちゃ発色が良くなりました。こちらです。今さっき言ったポップっていう加工を入れてないです。一番最初の撮ってた時と全く同じです。この色の違いですよ。こっちの方が断然鮮やかですよね。やっぱちょっと熱を通すことによってクリームが溶けてこのパンの中に染み込んだんで、まあ、本当はこのクリーム焼いたパンの熱々のパンの上にクリームを塗るようなんですけど、ちょうどこれがね染み込んでパンの中に入って発色がめっちゃ良くなりました。それでは早速味はどうなのかいただきます。じゃあどこからいただこうかな。ここの端いただきます。あ、やっぱ元はミルククリームなのね、ミルククリームなのね、うまい。でもちょっと後に着色料の独特な科学的な味がする。食べれないことはないので、ぜひこれ、10分ぐらいで作れるんでね、まあ特別なね誕生日とかそういう日に、まあ息子さんとか娘さんに朝これを出したらわーってなると思うので、まあ皆さんもぜひぜひこれ作ってみてください。使った着色料は赤と黄色と青しか使っていないので、それを混ぜてこの7色ができるので、ね、ぜひやってみてください。というわけで時間で終わりにしましょう。レインボー。